修行を忘れる。信様が言うには京の都ではよく知られた料理だそうだ。それじゃあ天使様も召し上がっておられる。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。今のは三十郎さんが何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は何年言ったらわかるんだ。自慢の弟子でございます。ヒロキ殿、拙者は。この老いぼれの荷ぐる。承知いたしました。かたじけのうございます。間違いねえ。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。ここで何をしておる。父上も。クスッとどもが。弟ヒロキ殿、取れたての梅今が。愛子殿に差し上げたいが。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。けどけ、わしの番じゃ。勝負事は相手が欲しいのに高く引く方がついてる。怪我はありませんか。いや、ここは一部道場じゃねえ。どうかお待ち。ヒロキ殿、今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎを。急ぎだ。逃げろ。逃げろ。何者かの衝撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませぬよ。先生を見つければ。奴らは見つけに降りよ。起きてくれ。助けてやってくれ。誰か。どうしかせ。腕に覚えのあるやつはおるか。おらだ。槍さえ持てれば。なんてこった。やりやがった。ヒロキ殿。こっちだ、小僧。してやれ。喜んで。こいつらは一体何だ。
願いでござりまする。おひげを。かたじけねえ。かたじけねえ。この向こう水なもののふは誰だ。して。もう一発じゃ。命を削るなら今のうちじゃ。あなた様は守り神様の化身か何かでござ誰もおらん。行くぞ。命乞いするお前はここでしまいじゃ。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめて、愛子殿が無事であればよいが。ああ、なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。こっちも集めれば。もうそうしろ。反撃をせねば。そこの木を持ってこい。あよせ。まだ来るぞ。抑えろ抑えろ。せいや。やめねえ。そこで止まれ。せいや。もお願いです。罪のタンスに蓄えはそこに。ああそうかい。じゃ喉をかきってやる。手を出してない。喉を何かの食べ事だ。頼む。命乞いするなら今なしで。こんなに。門は放っておけ。壁をな。己を買いかぶりすぎじゃ。退いておる。これは先生の行いか。社の中に何か。諦めな。仕留めろ。Bitch!